これは天才と言われながら志半ばで命を落とし、異世界の貧乏貴族の息子として転生したパティシエがお菓子と笑顔で満ち溢れた世界を目指す、厳しくも甘い甘いスイーツな物語である。はい。この領地では砂糖も取れず、甘いものもめったに手に入らない。あー、お菓子を作りたいな。おーい、ペイス、マルク、ルイ、俺たちも手伝うぜ。なんたって俺らペイス様の部下だからな。私はただのおまけだから。おー、リンゴ。父様、見たことのないものがたくさんありますね。他国のものに興味を持つとは、漁師としての自覚が芽生えたか。あれだけあれば富国強兵。お菓子で満ち溢れた国、世界一のお菓子を作りたい。やっぱり僕はそのためにこの世界に生まれてきたんだ。世界で一つのお菓子の国を作る。